フォッケアハゲリスファ223ドイツのビュッケブルクにあるヘリコプター博物館で展示されているファ223フォッケアハゲリスファ223ドラッヘは第二次世界大戦時にドイツのフォッケアハゲリスで開発されたヘリコプターである連合軍に対する防衛戦のために限定的な生産でわずか20機ほどの生産に止まったが量産段階までこぎつけた 最初のヘリコプターということで注目に値する。長さ12メートルの円筒形の胴体の左右に、張り出した針に取り付けられた2つの直径12メートルの3枚ローターを1000馬力のブラモ323世型エンジンで駆動していた。ファー223は時速175キロメートルの速度を維持して飛行できた。また、最高速度は時速182キロメートルを記録し、 7100メートルの高度まで到達できた。この機は1000キログラム以上の荷物を搭載し、巡航速度時速121キロメートルで、高度2440メートルを飛行できた。ハインリヒホッケは1936年にナチス体制によって、自身が共同で設立したホッケウルフから引き離された。表向きの理由は、彼が政治的に信用できないということであったが、 フォッケウルフ社の製造能力をメッサーシミット BF-109 の生産に転換するためであったと信じられている。フォッケウルフはアイグに買収されたが、この後すぐに FW61 ヘリコプターに強い印象を受けた航空省はフォッケにヘリコプター開発専門の新しい会社を設立することを進め、ペイロード 700kg の能力を持つ改良型の要求仕様を出した。 1937年に、フォッケはパイロットのゲルト・アハゲリスと共同で、フォッケ・アハゲリス社を設立し、1938年にデルメンホルストで開発作業を始めた。フォッケ・アハゲリス社は6人が登場できる FW61 の拡大版を製造した。完成した本機は、ファ226、ホルニッセと命名された。この機のエンジン、 トランスミッションとローターハブの開発にあたっては、BMW のベルリン工場と契約した。ファ2 2 6は、世界初の輸送ヘリコプターであり、1938年にルフトハンザから注文を受けた。最初の試作機が飛ぶ前に、ファ2 2 6に興味を覚えた。航空省は1939年にファ2 2 3を再設計した。 ドイツ海軍もホルニッセに興味を抱き、すぐに、この機を高速魚雷艇の代わりにすることにした。1939年9月に、最初の試作機、V1 号機がデルメンホルストを後にした。今や、ドラフヘという通称になった、FA-223 は FW61 と同じ、ソーローター配置だったが、交換性胴体の中央部には、ブラモエンジンを積み、 完全に覆われたキャビンと過失を持っていた。最初のホワリングテストでは問題が発生したため、V1 号機は1940年まで飛行しなかった。BMW ブラモ 323D はどんなに短時間でも高出力運転をすると損傷しやすく、後の試作機では信頼性の向上と積載量の 増加のためにより丈夫な 1000HP を発生するブラも32393に乾燥された。しかしながら、最大の問題点はローターが同調しない時において、ローターに回転力を伝達する、ローター軸のアンバランスが引き起こす、激しい振動であった。この問題は、BMW の開発担当者が細部を改善することで、ようやく解決できた。 V1 号機の係留されない状態での初飛行は100時間以上の地上テストの後の1940年8月3日に行われた。10月にはデモンストレーションのためにテストセンターのあるレヒリニへ飛行した。この飛行で最高速度時速 182km、上昇率 528m、分最高高度 7100m を達成した。これにもかかわらず、 ドラッヘは、とても軍用に供する状態ではなかった。フォッケ・アハゲリス社は開発プログラムを促進するように、いわれ、100機の初期生産の注文が約束された。レヒリンでのヘリコプターのデモの後、航空省は以下の5つの派生型の要求仕様を出した。1941年2月に、V1 号機は、オートローテーションのため、超低空で、エンジンが故障し墜落。機体は失われた。 まもなく、ガラス張りの操縦席と観測員が操作する、機関銃を装備した V2 号機が完成したがすぐに、連合軍航空機の地上攻撃により、破壊されてしまった。V3 号機が完成する頃には、航空省は異なる仕様の派生型という考えを捨て、すべての役割を包括した一種類の多用途機に、集中することにした。V3 号機はこの新しい考えを反映し、 複式操縦装置と電動インチを含む全ての型の装備を備えるように設計された。前の試作機と同様に V3 号機の機体は重量の軽減と修復のしやすさを考慮して溶接交換に加工された布を貼り付けたものだった。機体内部は操縦席、貨物室、エンジン室、ビブの4つに分かれていた。エンジンとその前にあるギアボックスは 中央部に搭載されており、数本の針を持たせた工作で保持されていた。ファ2 2 3のシリーズ生産は1942年にデルメンホルストのホッケアハゲリス社の工場で始まった。それから間もなくして工場は連合軍航空機の地上攻撃を受け、生き残った2機の試作機とともに最終組み立て工程にあった7機の全量産型が破壊された。 工場を修復する試みがなされたが1943年に発揮を生産した後で放棄され、新しい工場がシュトットガルト近郊のラウプハイムーに建てられた。新しい工場から現れた最初のドラッヘ V11 号機はカール・ボーデにより操縦され、ファ223の能力を示すために航空省向けに一連の記録フィルムが撮られた。フィルムでは ドラッヘがクイックリリース機能付き電動カーゴフックを使用しフィーゼラーシュトルヒとメッサーシュミット BF-109 の胴体を吊り上げて素晴らしい正確さで車両の上に下ろすのが見られた。1944年の春にドルニエド217がオーストリアのビナームーアで墜落した。これの回収に V11 号機が送られることに決まったが不運なことに V11 号機は 217の残骸を釣り上げようとする前に、現場の近くで墜落してしまった。それからこの両機を V14 号機を使って回収することが決められ、カール・ボーディとドイツ空軍のヘリコプターパイロットのヘルムートゲルステンハウアーが操縦して1944年5月11日に回収作戦が始まった。 少人数のホッケアハゲリス社の社員と空軍の回収中隊がすでに V11 号機を分解しており、V14 号機はカーコネットに積まれた分解済みの機体を釣り上げ、回収用の車両の上に下ろした。V11 号機とド217の主要な部位は回収され、多くの有益な経験が得られた。 この後で航空省はヘリコプターを山岳師団の輸送手段として使用する評価試験を実施することに決め V16 号機がインスブルック近郊ミッテンバルトの山岳戦闘学校に配備され V14 号機は予備機とされたテストの目的はドラフ兵がいかに汎用前転校輸送機として機能するかを見ることであった海抜千六百メートル以上の高度で何度となく 離着陸が繰り返され、これに加え実験的に山岳兵に散歩までをも届けた。1944年10月にテストが終了した時には合計83回の飛行が行われ、総飛行時間は20時間に及んだ。1944年7月に地上攻撃によって生産が中断されるまで、ラウプハイムではわずか7機しか生産されず、工場は全滅した。 攻撃を受けたとき、V18 号機が出荷直前、13機のドラフ兵が組み立て中で、あと19機分の部品が揃っていた。攻撃の後、航空省はこれ以上プロジェクトを続行するのは無駄であると判断し、山岳テストの後で、フォッケはメッサーシミット社のスタッフに任命された。わずか1週間後に、フォッケは新しい命令を受け取った。今回の命令は、 フォッケアハゲリス社に戻りすべての作業をベルリンのテンペルホーフ空港に移し、そこで飛行テストを再開し、月産400機の生産ラインを立ち上げるようにというものであった。V12 号機はドイツからの長距離、クロスカントリー飛行の後、山中に閉じ込められた17人を救出するために、モンブランに飛んだ。不運なことに、機体は着地したものの機械リンクの故障で、ローターが破壊され、 と手に投げ出されてしまい、搭乗員は死亡した。1945年2月ホッケアハゲリス社は、残存した5機のドラッヘのうち2機を手元に置き、なんとか新しい機体を生産しようとしていた。2月25日に、突如、ダンツヒへ飛ぶようにという、総統からの特別命令が発せられた。2月26日に、ゲルステンハワーと二人の副操縦士が、 テンペルホーフ空港から離陸した。最初に木は南西のビュルツブルグ方向へ飛んだが、ゲルステンハウアーは悪天候により方向感覚を失い、クライルスハイムに着陸しなければならなかった。天候が回復すると再び飛び立ち給油のためにビュルツブルグに着陸した。翌日、北東方向へ飛び、ベルダーまでの5 0 0トルの無着陸飛行を行った。3日目ドラッヘは、 シュテティンイコールアルトダムへ向けて北東へ飛行を続けたが再び天候が悪化して今度はプレンツラウに着陸させられた。翌日飛行を再開しようとしたが天候は回復せずに夜の間ダンツヒの西ストルプに止まった。3月5日には戦況は非常に悪化しゲルステンファウアーは赤軍が来る前にストルプを離れなければならないと判断した。 彼らは離陸し前進する赤軍の頭上を飛行し、直接ダンツヒに向かったが、ダンツヒに到着した時には、町がすでに陥落したことを知っただけであった。次の命令を待つために、町の外に着陸したが、次の命令とはベルデルへ帰還せよというものであった。ゲルステンハウアーラはガルツ経由でバルト海沿岸を長距離飛び、3月11日になってようやくベルデルに到着した。 総飛行距離は 1500km、飛行時間は16時間25分に達した。1945年1月航空省は、残りの3機のドラフヘを、バイエルン、ミュールドルフのドイツ空軍唯一のヘリコプター、運用飛行隊である第40輸送飛行隊に、配備した。第40輸送飛行隊は各地を点々とし、オーストリアのエーンリンクで終戦を迎えた。 そこでは一機のドラフ兵が露飼されないように、パイロットの手によって破壊されたが、他の二機はアメリカ軍により接収された。アメリカ軍に露飼された、ファ223アメリカは露飼した木を船に乗せて、本国へ持ち帰ろうとしたが、ドラフ兵一機分のスペースしか確保できなかった。英国空軍はもう一機を破壊することに反対し、そこで1945年9月6日に、 ゲルステンハワーと二人の艦謝兵は V14 号機に乗ってシェルブールからビューリー空軍基地までイギリス海峡横断飛行を行った。これがヘリコプターによる最初の海峡横断飛行であった。後に V14 号機は10月3日にドライブシャフトの故障で墜落するまでビューリー空軍基地で2回のテスト飛行を成功させた。事故原因は ゲルステンハワーの忠告にもかかわらずエンジンを保持している工作に適切な針を持たせなかったことによるものと考えられる。フランスではシュドウエストがホッケの協力でファ2 2 3の発展型として SE-3000 を製造した。この機はブラムファニールエンジンを搭載した4人乗りの輸送機として設計された。1948年10月23日に初飛行し、 3機が製造された。チェコスロバキアでは、1945年から1946年に、かけて2機のファ223が回収された部品から、チェシコスローベンスケイザバディリテック社により組み立てられ、VR-1 と命名された。2機の胴体を縦につなぎ4ローターの重量物、運搬ヘリコプターとしたハイブリッド型がホッケにより、提案された。未完成の結合された。 中央胴体部が奥前ハウゼンで、連合軍兵士により発見された。ドイツ空軍第40輸送飛行隊、チェコスロバキアチェコスロバキア空軍戦後2機を受領、VR-1 と命名。フランスフランス空軍戦後1機を受領、SE-3000 と命名。ガールズパンツァー、熊本県の黒森本女学園が所有しており。 TV 版第6話のビパート後半に登場する。バトルフィールド1942モット、フォゴトゥン、ホープシークレットウェポンにドイツ軍兵器として登場する。ありがとうございます。